金沢正夫、金沢正夫5月から1945年4月27日は、日本の内務、警察官僚、政治家、声優会計、感染県知事、衆議院議員、大阪府出身、金沢奈良松の長男として生まれる、第三高等学校を卒業。1910年、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。 同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し、栃木県属となる。以後、栃木県警視、同事務官、熊本県理事官、長崎県理事官、愛媛県警察部長、群馬県警察部長、沖縄県内務部長、岐阜県内務部長、長崎県職機関、内務部長、新潟県職機関、内務部長、神奈川県職機関、 内務部長などを歴任。1928年2月、岐阜県知事に就任。1929年、災害は改修工事に反対する住民と警察、軍隊が衝突した災害事件が発生した。1929年7月に知事を休職となる。1931年12月、群馬県知事に就任。声優会の立場に立った、県政執行を表明し、 1932年の通常見解で民政党議員の反発を受け、議案すべてが審議未了となり、すべて原案執行という事態を招いた。1935年1月15日、異顔面本館となり退官した。1937年4月、第20回衆議院議員総選挙で、群馬県第1区から声優会候補として出馬し落選したが、 後に繰り上げ当選して、衆議院議員を一期務めた。その後、岩手鉱山専務取締役となった。ありがとうございます。